おもれないっす。全然おもれないっす。というわけで今日はおもれてないオムライス。ちょっとご飯多かったんかな、巻ききれへんかった。破れましたね。入っているのは、ひき肉、玉ねぎ、ピーマン、野菜ミックスみたいなやつで、卵にはチーズと、コーヒーフレッシュ、あとほうれん草、ちょっと混ぜました。あと何入れたかな、なんかそんな感じ。マヨも入れました。食べたいと思います。こんな感じです。破れてます。切ないです。さあさあ、よっと、よし。多分飯が多かったよなこれな。あ、ちょっと大盛りな、でかくなっちゃった。もうフライパンでやったらよかったな。フライパンオムライスにしたらよかったな、という感じのパテモス協会です。というわけでこれ食べたいと思います。いただきマンモス。ちなみにこのいただきマンモスはパクってますからね、とある実況者の。美味しいです。これはうまい。オムがな、下手になってきたな。2日前からね、オムライス食いたかったんで、念願やわ。定期的に言っていかなあかんと思うけど、昨日一昨日のコメントでも質問あったんですけど、酒動画をやってくれと、いうね、コメント、一部のマニアの方やと思うんですけど、ここでは酒動画、この間コンビニでちょびっとんだけど、酒飲み動画は公開しませんので、マニアチャンネルっていうのは動画詳細欄にありますんでね、そちらの方で、昨晩も軽いのあげましたから、今言ったことは「カッコ定期カッコ閉じ」みたいなもんです。何回言うねんってね。チーズすごいっしょ。これなんぼ言うねんっていうね、感じはあると思いますけど、定期なんで。
オムライスって僕だけかもしれんけど、これひき肉でやってるんですけど、断然ソーセージの方が好きなんですけど、肉は、皆さんどうなんですかね。ナポリタンとかもね、できればソーセージ。天気悪いのに暑いわ。明日午前中ね、この部屋もうちょっと片付けてベランダの掃除したかったんですけど、雨やったらできへんわな。てかそろそろ毛布も片付けたいんやけど、まだ朝夜寒いじゃないですか。かといって天気のいい日に洗濯してまだ出すのも嫌やから、洗うタイミング狙ってんやけどな。まるで貴族がスープを飲むかのように手前から奥へとすくってみる、木のスプーンはね、カチャカチャ言わないけどね、鉄のスプーンより分厚いから、こういうのすくいにくいよね。乗っからんの、乗っからない。昨日と違い、ちょうどいい量でした。というわけでバテモス協会、またオムレなかったオムライス食べました。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。あ、良い週末を。